大竹のもっと言いたい放題。今日はジャーナリスト青木おさむさんのコラムです。よろしくお願いします。今なんかダンミスさんからすごい話を聞いてすけど、鼻で笑った。違う違う鼻で笑ったんじゃなくて、リー先輩が鼻で笑った。怖くなっちゃったんですけど、いやそれはともかくとして、あの今実はちょっと別のこと話そうかなと思ってきたんですけど、さっきあのオープニングであのこの沖縄のね、はいはいあの米兵による性暴行事件のことをが出て、ちょっとこれあの触れとかなしゃいけないなと思うんで、この話をちょっとしようかなと思うんですけれども。 あの先ほどあの太田さんも紹介してくださったこの東京新聞の記事にもあるようにねまあ昨年12月まあ何件もその後発覚してるんですけど昨年12月にアメリカの空軍兵、米軍の兵士が16歳未満の少女を連れ去って性的暴行を加えたとされる事件これ沖縄県に通報してなかったっていう問題なんですよね、これ、東京新聞も書いてるんですけれども日米両政府が97年に合意した通報手続きっていうのがあって 事件、事故が地域社会に及ぼす影響を最小限とするため在日米軍に関わる事件、事故の発生の情報を日本側及び地域社会に対して正確かつ直ちに提供することが重要であるとなってるわけですよだから米軍がやらなかったのもおかしいんだけれどもこれもっと問題なのは今回、沖縄県警は知ってたわけですよ。それをこう多分報告を受けたのは警察庁で警察庁もおそらく知っていたで官邸におそらく挙げた。 はい、で官邸とか外務省なんかでいろいろ相談をして、うん、沖縄県には伝えないという判断をした。そういういことかで、はあ、なぜ沖縄県に伝えないのかっていうのを、うん、こう考えられる合理的な推測っていうのは3つくらいしかないんですね。つは、うん アメリカとか米軍に対する過剰な忖度、配慮そうですね。もう一つは、うんその、沖縄の民意が、うん、これでまた反発が沸騰して、うんうん、特に、えー、といつでしたっけ？六、うん、月17日に沖縄で県議選ありましたよね。はいうん、その県議選なんかで、まあ、今回、実は玉城デニーの与党がこう議席を減らして。 国政は与党だけど沖縄では野党だった自民党とかが議席を増やしたんですけれども、うん、だからまあ玉木県政は敗北したんですけど、うん、与党は敗北したんだけど、うん、そういう県議選なんかにこう影響を与えないための政治的な思惑、うん、これが2つ目ですよね。も、うんはい、もう一個はこれそのちょっとこう考えあの本当信じたくもないんだけど、うん 要するに辺野古の基地建設なんかをめぐって玉城県政が一向に言うことを聞かないとその玉城県政に対する嫌がらせこの三つぐらいしか考えられないんですよだからこの三つのうちのいずれかかあるいは複数かあるいは全てかっていう思惑で その沖縄県に伝えなかった僕あの直感的には多分2番目の,その県議選なんかに影響するのを避けたかったんじゃないかなって思うんですけどただいずれにしても伝えなかったんですね、うん、でその伝えない理由をその沖縄県警とか外務省なんかは何て言ってるかっていうと被害者の、まあ、性被害なので、うんはい、被害者のプライバシーに配慮したって言ってるんですよ。だけどね、うん 考えてみれば分かるんですけれどもそれはもちろん性被害者に対する配慮、うん、プライバシーへの配慮っていうのは必要だけど、はい、性被害者のプライバシーに配慮しながら、うん、事案のあるいは事件発生の事実を伝えるなんてことはいそうですよねねできますよ、ねうん、でむしろこれ例えばね。 じゃあ本当に性被害者のこう保護とかねケアっていうのが必要なんだとすればむしろそれに当たるのは地元の警察であり自治体じゃないですかだから沖縄県に伝えなかったら被害者の保護やケアもできないでしかも類似犯罪が増えてますよとまあ別に全員米兵が犯罪者じゃないですよねもちろんだけど米兵による類似犯罪が起きてるっていうことを 地域の住民に伝えて皆さんちょっと気をつけてくださいねとか夜間の外出とか気をつけてくださいねとかっていうような注意喚起したりあるいは米軍側に兵士の夜間外出をちょっと禁止させてくれしばらくの間はっていうようなことを求めるとかっていうことをするためには沖縄県が知らなかったら何の対処も取れないわけですプライバシーの保護のためにプライバシーの保護をしますっていうことの大切さですよね。そうういことですよねおっしゃる通り ということはこれねどういうことかというとまあさっきのいずれ3つの理由のいずれかはか分からないんですけれどもそのまあこれよくね安倍さんなんかがよくおっしゃってましたけど国民の生命と財産を守るのが政治の役割だっていうじゃないですか。ということはこの被害者のプライバシーだけじゃなくて被害者の保護やケアもできないあるいは注意喚起もできないつまり沖縄県民の,そのまさに生命と財産が脅かされている状況を沖縄県に伝えないということは これ沖縄県の人たちは、ある種、日本じゃないのかっていうような扱いをしたということに、今回、等しいんじゃないかっていう気がすするんですね、うん、沖縄県警が知ってて、うん、それを外務省にあげたわけ、うんまあ、警察庁でしょ、ね、警察庁にあげたわけ、沖縄県警は、うん、でもここで玉城デニーさんのところ、ね、国のほ、ねうん、方にあげるのが 当然じゃないですかそれがね微妙なところで、警察という組織は、一応はその沖縄県の警察なので、もちろん県にも挙げなくちゃいけないんだけど、でも現実的には、これは沖縄県警に限らず、警察組織っていうのは、地元の自治体よりも警察庁の方を向いてるんですよ。 だから<ー>その警察庁に上げてるんですよ、警察庁に上げてる、<ー>で沖縄、玉城だからね、沖縄県警の判断じゃないと思うんですよ、つまり、うん、沖縄県警はまず警察庁に情報を上げて、官邸なんかと相談して、うん、外務省とも相談して、うん、沖縄県には伝えるなとってやってるんですよ、これは間違いなく。そそううだねそう とということになるとでもさ、うん、もっと言えばさ、うん、同時に、ねうん、あの国にあの上げるのと同時にさ、沖縄警察は、うん、あの知事の方県の方にも、うん、普通は同時に上げるべきじゃないだから本来上げなくちゃいけないんだけど上がらなかったわけですよ、はいはい、そこに警察組織の意思とか政府の意思があったわけですよね。うん、だから わずか0.6%の国土に7割の基地を押し付けてだからこういう犯罪に沖縄の人たちは苦しんできたこれを何とかしなくちゃいけないっていうのはまさにその通りだし今もその状況が続いていてこの今回の事件はその調査なんだけど、うん、今回の、ね、事件発生を沖縄県に伝えなかったっていうのはうちょっとねこれ常軌を逸してるっていうかねだからこの国の何、うん、て言うんでしょうかねこう沖縄はもう。 国土の一部だと思ってないのか、うん、あるいはといか、うんまあ、アメリカにものすごい忖度して、うんまあ、まあ、これからもなんか情報が向こうに行かなければ、こうアメリカとの関係が。 うまくやっっていいけるんじゃなかかととと思ったとすれば<今>、うん、沖縄県警はどんなお考えというかどんんなな状態なんですか、うん、沖縄県警はやっぱりプライバシーに配慮したから、うんうん、事案を公表しなかったとっい,いうふうに言ってますけども、うん、言わされてるのか、まあ、言わされてるんでしょうねってことを考えると今回の事件って。うん そのちょっとこれまでの事件とはまた、輪をかけてひどいっていうことなので、国民の生命と財産を守るよりも、アメリカに忖度してるのか、世、うん、の与党の政治的思惑を先行したのか、えー、玉木県政に対する嫌がらせをしたのか、いずれの理由にせよ、これはちょっと沖縄の人たちに対して申し訳なさすぎるし、沖縄の人たちはもっとあの怒るでしょうということを言えると思います、ねはい、ありがとうございまししたたた、はい、青木治さんののコラムでで以上大竹のもっと言いたい放題でした。